Thank you.
さんのおかげでこの度新居浜市国体応援大使に任命していただきました。ありがとうございます。はい、この今年いよいよ開催されます、はい、笑顔つなぐ愛媛国体はこの様々な地域で様々な競技が開催されるんですけど、はい、新居浜らしく新居浜ならではの新居浜でしか見れないような熱い素晴らしい国体を実現していきたいと思います。はい、みんなも一緒に盛り上がっていきましょう。イエーイ。さあ早速なんですが、うん、今日のエノハガールズライブ、エノハガールズのショコラがね、ゲストとして来てくれています。はい、ということなので皆さん一緒にショコラのこと呼びましょう。はい、じゃあ私がせーのって言ったらショコラって言ってください。はい、はい、ショコラ、さっき、さっき言ってください。SACKY って言ったらさっき。あ、いい、そうだね。そうしよう。じゃあほのかちゃん SACKY って言って。オッケー。じゃあほのかちゃんが言ったらその後にさっきって皆さんで呼んでくださいね。大きな声でね。準備 OK ですか？ OK です。OK。 いきますよ。はい、せーの、 SACKY さっきよいしょよいしょあ、さっき、さっきおいで。なんで隠れるの？なんで？物々しい曲だからかな。あれ、はい、今日さっきはね、午前中は松山の市民スタートフェスタっていうところに行ってきて、で、そして午後からもね、子供の城でイベントがあるんですけど、うん、今回お昼はね、ここの赤金ミュージアムにゲストとしてやってきてくれました。さっき午前中どうだった？午前中ですか？うん、午前中のイベント、はい、市民文化フェスタさんは、あの仮面ライダーショー、うん、大好き。あの今ディケイドだよ。好きか嫌いか聞いてないけど。あ、本当？ディケイドだよ。聞いてないけど、エグゼイドだよ。あ、エグゼイドだ、間違えた。ディケイドってなんだ。仮面ライダー、昔だった。シーカのみんなで、先生から歯磨き体操を見せてもらってですね、はい、みんな小さな手を出して、うん、一緒に可愛く踊ってくれて、もうね、癒されましたよ。そう、ちびっこにでもね、大人気のね、大人気のさっきなんですけど、なにちょ、この二人聞いてない。この二人めっちゃ遊んでる。いや、だって頭に入れてくれんのに暇やもん。今ね、いや、じゃあ、入ったらいいや。入ってきていいよ。ほんとに？ええ、ほんまに？入ったらいいや。行く？行く？行く？何しよう。ちょっと待って。待って、さっきが潰れる。さっきが潰れる。お餅みたいに潰れる。何をしよう。だって、アイちゃんがいいって言ったもん。いやいいとは言ったけど、そのまでせんでいいやん。いや、だってほのか悪くないし。いいって言ったんやもん。いや、言ったけど、ここで。いや。ね、さっきーさん、次の曲何ですか、教えてください。さっきーが喋りたいって言うやろ。さっきーの邪魔してたでしょ。アイちゃんが聞いてないよ。え、さっきーが次歌うとき、違う、聞くよ。いや、アイちゃんはどうでもいいよ。え、だってね、松本さんから電話かかってきた。待って、松本さんから電話かかってきた。うん、松本マネージャーからね、さっきーパッションするからって電話かかってきた。松本さんから電話かかってきた。そう。いや、意味が分からんけど、それも分かんないけど。え、けど教えてくれたもん、松本マネージャー。そう、じゃあ何の曲するん。え、どんな曲する？パッション。あ、そうなんや。あ、アイちゃん、おはよう。今日、さっきパッションするからって松本さんから電話かかってきた。へぇー。そうなんや。うん。え、さっきするんでしょ？するんやろ？なんで？え、なんで？するよ。だってパッションするって松本マネージャーが言ってたもん。え、ねえ、もう早く話してあげようよ。え、だってほのか悪くないもん。いや。だって絶対踊れないじゃん、このまま。あ、じゃあ、ほのかちゃん喋らせてあげて。いいよ、しょうがないな。このタイミングで？このタイミングで？食べて、このタイミングで振られる。え、私のマイクも戻してや、これ。え、じゃあ松本マネージャーパッションするって言ったけ、さっきパッション言ってもらっていい？うん、パッションって言ってくれたらとりあえず曲かかるか。わかりました、うん、じゃあね、さっきが今からさっきのオリジナル曲を歌ってくれますので、はい、それではさっきお願いします。はい、それでは聴いてください。なんかこの手話してくれる予感がないんですけど、それでは曲聴いてください。さっきのオリジナルナンバーでパッション。うん、
のところとかすごい盛り上がってましたね。ね、待って、今さっきの時間でしょ。そうだよね。さっきの時間でしょ。違うよ。いや、さっきの、さっきの時間ですよって松本さんにも言ってしまったし。あいちゃん喋らんねえよ。いや、だけど松本まさいちゃん言ってしまったもん。邪魔しちゃダメだよ。このさっきの時間なんで。邪魔しちゃダメ。邪魔しちゃダメ。ちょっとさっきさん顔、さっきさん顔だけでもうなんか私の時間ないんかなと思ってもう無でおる。違う、さっきの時間だよ。今からさっきの時間なんだよ。ちょっと邪魔しちゃダメじゃん。さっきの時間邪魔しちゃダメだよって中学生。さっきの時間だから本当に。さっきさんって新曲出たんでしょ。あのね、美しいなすび舐めたやつ。待って、それないけど、うち松本マネージャーその歌せんって聞いたよ。美しいなすび。そう、美しいなすび新曲出たんだよね。新曲聞いたよ。リオちゃん聞いたことある？え、リオね、数学の勉強書聞いてない。聞いたことありますか？美しいなすびっていう歌。どの歌の？え、聞きたいですよね。何聞きたいですよね。さっきその曲やっていいの？まず聞いてない。え、待って、さっきは次の曲何をしようと思った？フィナーレ。待って、またそのマネージャーもフィナーレって言ってた。そうですよ。いや、違う。確認した方がいいんじゃない？何？あ、バツになったの、バツになった。ほらでも皆さん聞きたいって言ってたよ。なさん聞きたい人、ほら聞きたい人、ほらおー違いますね。ほら待ってますよ、なすびの歌。でもね、松本さんがダメって言ってる。そう、松本さんがダメって言ってるよ。でもリオラはいいよ。一旦正常。え、けど正理整理しなくたってさ、何に対して罰してるのか分からない。まあ松本さんとさっきいいコンビですね。いいコンビだね。いいコンビですね。いいコンビですね。いいよ、それ言わんとってる。松本さんといいコンビ。嬉しくない、全然嬉しくないもん。いいコンビです。嬉しくない。何回もやってあげました。いいコンビですね。いいコンビね。ほら次の曲やろう。もうラスビ行きましょう。何するの、何するの。ラスビ。え、ラスビよね。ラスビよね。ちょっと準備があるので。ダメなの？何？消えた。おらんくなった。え、消えちゃったよ。じゃあ、いやけどやっぱね、松本さんとさっきいいコンビですね。そうですね。いいコンビ。何回も言ってあげましょう。ね、松本さん、追い返されたわ。いいコンビですね。追い返されたわ。何何何？追い返された？追い返された。追い返された。じゃあもうフィナーレやってたことじゃないの？そういうこと。どういうことかな。向こうで喋るって言われた。え、でもナスビやるってことじゃないの？え、フィナーレやるってことじゃないの？でもナスビでしょ。皆さんナスビ聞きたいですよね。ほら、聞きたーい。じゃあ、もう。先生させて、先生させて。いいよ。いいよ。新曲。OK だ。それでは聞いてください。違う。何何？みんなでさ、大輝さコールしよう。コール？ナスビコール？そうそう。皆さん行きますよ。せーの。ナスビ、ナスビ、ナスビ。ね、ナスビだったらなんか違う曲じゃない？ちゃんとやろう。ちゃんと。あれ、あの美しい方のナスビ。そう。美しい方。ナスビじゃない。せーの。準備がすごいね。エラーガールズがためてね、やってくれたのは嬉しいんですけど、準備が、あの待って、準備が、待ってくださいね、準備が、あった、オッケー、これ重ねないで、ちょ、見えちゃうから、ここ見えちゃうんで、見えちゃうから、じゃあ、キョラちゃん、ここ担当ね。あ、担当いいよ。じゃあ、キョラちゃん担当して、これ、カンクしてばいいの。やったよ。じゃあキョラちゃん、もう一回美しいなその曲振りしてくれる？さっきが先輩だった。って言いながらやるんやろ。うん。それでは、後ろから失礼いたします。聴いてください。美しいなすびで、ヴィーナス。
サンキーさん、すごい、かっこいい、かっこいい。なんでトマトと人参？待って、ていうかカレー、ねえカレー、アンパンマンカレーじゃん。何？サッキーさん好きなの？アンパンマンカレー。ねえ、かっこよかったよ、かっこよかったんだけど、シーズカレーじゃないから。シーズカレーじゃないから。しかもめちゃくちゃ決めとったね。カレーの CM の曲なんだと思ってた。カレー持って決めてたの？シーズカレー。カレーの CM の曲だと思ってた。あ、これ？え、ナスビの曲だと思っとった。ちょっと何？ナスビの曲でもカレーの曲でもございません。皆さん、ビーナスでございます。なんでナスビ持ってないよ、だって。トマトと人参から食べれます。あ、分かった分かった分かったから。まあまあ、さっきよね。かっこよかったですよ。はい、すごいかっこいい。新曲も出してくれました。ありがとうございます。さっきありがとうございます。もう上級拍手お願いします。ありがとうございます。まあ、新曲って聞いてね、歌えようって言うじゃない方はね、いらっしゃると思う。え、追い出されたさっさと帰れ。さあ、ということでね、さっきも帰ったということで。はい、帰った帰った。さっきもさっさと帰ったということで。帰ったということで。さっさと帰ったということで。まあね、かっこいい、さっきの曲を聴いた。あとはバイバーイ、バイバーイ、バイバーイ。え、そこでバイバイできてないからさ、うん、バイバーイ、バイバーイ。ということで、さっきでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さっき、バイバーイ。さあ、ショコラのかっこいい曲を聴いた後は、はい、私たちの農業アイドル 500% のナンバーをお聴きください。皆さん一緒に楽しんでくれますか？イエーイ！一緒にテレビ拍手してくれますか？イエーイ！一緒にジャンプしてくれますか？イエーイ！さあ、それではお届けしましょう。アグリズム、僕らのアズム。あれ？あれ？今のはアグリズムの余韻。あ、さっきの余韻だ。さっきの余韻です。アグリズムの前奏かな。前奏ですね。松本さん、しっかりしてくださいよ。松本さん、もうちょっとね、くるみ割りにね。松本さんもさっきのマネージャーだからね、さっきが終わってね、ちょっと安心したんですよね。安心しすぎですよ。江戸川ガールズもやってください。テイクツー行きますよ。謝った松本さん、ありがとう。ありがとうございます。許してあげます。終了です。それではテイクツー。さあ、それでは私たち江戸川ガールズの農業アイドル 500% の曲をお聴きください。アグリズム、僕らのアイズム。
にも言わせていただいたんですけど、はい、皆さんのおかげで私たち新居浜国体応援大使に任命していただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、そしてね、その新居浜の国体も応援しようっていう応援しようと思ってメンバーごとでね競技の担当をつけてるんですよね。はい、まずは私から。はい、私はウェイトリフティング担当です。そりゃ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 新居浜太鼓祭りのに熱くなりましょう。皆さん盛り上げていきますよ。イエーイ、イエーイ。はい、です。私はサッカー担当です。はい、ドリブルキックシュート。ボールの色はサッカーのホイの一生懸命サッカーを応援していきます。イエーイ。名前は私、松浦愛はセーリングを担当します。セーリングのようにスーッと国体へ前へ進んでいきます。松浦愛です。よろしくお願いいたします。イエーイ。はーい、私は軟式野球担当です。ボールは硬くないんです、柔らかいんです。そんな風に柔らかく優しく疲れた体を皆さんの癒していけるように頑張っていきます。上崎キアラです。よろしくお願いいたします。イエーイ。はーい、私はデモンストレーションと新居浜全体を盛り上げて新居浜市民の言葉で皆さんに伝えれるよう一生懸命頑張ります。新居浜が地元のリオです。よろしくお願いします。イエーイ。さあ、ということで、はい、この私たちも新居浜国体を応援していくんですが、はい、この次のナンバーはその新居浜の国体を新居浜の国体じゃない愛媛国体のイメージソングの曲をお届けしたいと思います。その前に、そこで先ほど登場してくれたショコラ、サッキーと、そして私たちエノハガールの研修ツユニとアンゼの子も一緒に踊りたいと思います。サッキー、それでは皆さんにサッキーを呼び込みたいと思います。来た早いな。見なかったふりをしてもう一度呼び込みたいと思います。それでは SACKY サッキー。あれさっき大成功だね、大成功だね。大成功だったよ。大成功。はい、さっきも来てくれたということで、私たちの新居浜国体を盛り上げたいっていうこんな思いを込めて、笑顔をつなぐ愛媛国体のテーマソング、笑顔は君のためにあるをお届けします。皆さんもね、振り分かる方は一緒に振り踊っていただいて、そして手拍子もしてくださいね。よろしくお願いします。それでは聞いてください。笑顔は君のためにある。笑顔ダンス。皆さんの手拍子お願いします。勇気出して終わらずに踏み出そうできる。そう思うこと誰よりも大切。背中押すよ。
付き合いいただき本当にありがとうございました。はい、そうです。この後は、ちょっと松山市にはなるんですけれども、はい、言っていいのこれ。愛媛こどもの城の愛愛児童館、はい、児童館が大きなところがあるんですけれども、はい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 、そこでちびっ子と一緒に、ちびっ子と一緒にちびっ子向けに、うん、手洗いうがい歯磨き体操のライブといいますか、お姉さんをしてまいります。はい、ちょっとちびっ子いるか、ちょっとだけどんなんか見せてよ。手を洗おう、はい、うがいしよう、はい、なんでエコかける？なんでエコかける？そういうことなんだよね、という感じのやつ。ほら、ほら、ほら、ちゃうで、ほら、ちゃうで。ほんのゆき、洗い歯磨き体操、手洗いうがい、はい、歯磨き体操を、はい、さっきは本当にね、めっちびっこ向けにわかりやすく教えてくれてるので、みんなもちゃんと春さっきかいよ。そうだね。この曲はですね、松山市健康推進ソングになっている曲なんですけれども、松山市以外の皆さんもですね、手洗いが歯磨きをきちんとすることによって毎日元気で健康で過ごせますので、さっきはちょっと声枯れてるんですけど、まあ、これは生まれつきなんですけれども、皆さん手洗いが歯磨ききちんとしてくださいね。しっかりしてね。はい、お願いします。ありがとう。ということなんで、みんなもしっかり手洗い歯磨きうがいしようね。はい、はい、そしてこのステージが終わった後は、はい、こちらのねステージの方で私たちの物販をさせていただきます。はい、今日はですね、愛媛の美味しい柑橘、そして江の葉ガールズのオリジナルグッズなどなどありますので、ぜひお立ち寄りください。待ってまーす。来てね。はい、この後はこの新居浜市でのお買い物、そしてね、観光とかはもちろんなんですけど、はい、私の物販も遊びに来てください。待ってまーす。それでは最後は江の葉ガールズの魂入れ、はい、愛するあなたの葉っぱ役、みんなの心におるけんね。以上、また会いたい笑顔、江の葉ガールズと、江の葉ガールズショコラサッキーと、江の葉ガールズアンジュ。